だ7時よりちょっと前ですね、15分前ぐらい、6時45分です。外は雨模様ですね。お昼には上がるということですが、早く起きています。というのもですね、この、ジャン君の7年をまとめた動画、これがスケジュールがだいぶ押してしまって、今やっと組み終えてですね、これからナレーションを入れようというところで、1時間半に及ぶ動画、これを今チェックをしているところです。これからですね、大丈夫だったらナレーションを入れていこうかと思います。ジャン君まだちょっと早いよ。ポンちゃん、今日は朝から甘えてるね。ポンちゃん、ちょっとナレーション撮りがやりたいんだな。ポンちゃん、はい、ジャン君。ジャン君はおとなしいね。ああ。ポンちゃん。どこにいますか？しょうがないね。よいしょ。カメラ落ちる落ちる落ちる。ポンちゃん。落とさないでね。うん、じゃあ。そういうこと聞かないんだよね。
いいでしょう。東京の下町にある動物病院でジャン君と出会ったんですけれども、病院の看護婦さんも手を焼く凶暴な子でした。過去に何があったのかは全然わからないんですけれども、保護された時からこういう状態だったようですよ。まず人とうまくやっていこうとか、慣れようという気持ちは全くないですね。目が合うだけでまずシャアです。2ヶ月目に入ると、ジャン君の方もこの場所の感覚がつかめてというかですね、少しリラックスし始めているように思います。ただ人間嫌いという形は未だに、変わりませんので、人の見てない間というかですね、これはちょうど、そろそろ外に出してみようかなというところですが、これ保護猫一時預かりも過去やっているんですけれども、この時点ではやってないですが、触れない状態で外に出すのは、危険だと言われています。ただし、もうこの子はずっと飼うつもりになってますんでね、このケージにさえ戻ってくれれば、一回ちょっと外に出そうということにはなりました。これは、マオイママがちょうど1年経った時にですね、思い切って撫でてみたとこですね。これ初めて撫で撫でです。あ、これすごいんですよ自分で開けて入ろうとするとこですね。ね、これは黒犬パパの方が、なでなでをするんですけれども、どうしてもやっぱり神の手と言われているマオイママの手、その続きということで、まあ真似をしているんですが、見てくださいこの顔。ジャン君、というわけでですね、少しずつ少しずつ、体に触ること、これはマオイママの手ですね、頭を触れるようになってます。だいたい先に、道を開いてくれて、その後クロケンパパは追うというスタイルですね。これクロケンです。この頃で移動中はだいたい1メーターぐらいって言ってましたっけね。だんだん距離は詰まってるんですけれども、やっぱり、人よりこう離れたところを歩くというのがね、普通でした。保護猫と仲良くなるっていうことの一つには、こうやって遊ぶというのは含まれると思います。このシーンはですね、顔の向かい側から、手を伸ばしてますね。これがなかなかできなかったんですよね。
この頃からでしょうかね、黒犬パパの方も割とこう不意に手を伸ばしても逃げなくなってきた感じが出てますかね。基本的には、まだ完全には信頼はされてないんですけれども、まあ2年も経ったんですからね、悪いやつじゃないってことぐらいは理解したんじゃないですか。これが甘え始めかもしれないですね。今ちょっと甘えたような泣き方ですよね。これはね、ジャン君の得意技ですね。うちではキャッチボールと呼んでいたんですが、本人は投げてるつもりはないんですけども、遊んでると飛んでいっちゃうという感じですね。寝ているパパを起こしに来るのと同時にお風呂を、覗きに来るというのもこの頃からの、癖？習慣？ですかね。ジャン君は基本的には、抱っこが苦手なんですけれども、ああやって持ち上げるこう高さがだんだん、慣れてきているというかですね、不安がなくなりつつあると。ただやっぱり好きではないですね。今ナレーション通りをしている途中ですが、7年のうちの3年まで、今撮り終えました。なかなか長いです。大変です。ジャン君はすぐここでお休み中ですね。はい。植物の造花ですが、ジャン君によく似合っています。そして、ポンちゃんもお休み中。黒い塊です。